まあ、昭和の子供番組他にもなんだカリキュラマシンだとかいろいろあったと思うんだけど、まあウゴゴルーがあれも昭和かな、あれは違うかな、あれは平成です平成です、まあポンキッキとかね、ポンキッキはまあ昭和からずっとあるということで、その中でね、まあやっぱ昭和の子供番組といえばこれだろうということでね、おなんだママと遊ぼうピンポンパンだ、まあ、でもねピンポンパン体操はやらないよ、その中からね一曲今日はねちょっとそういうあんま知らない曲をね重点的にこう攻めていってね、みんなをちょっと絶望のどん底に突き落とそうかな昔はねピンクのバニーってそんなピンク色のウサギなんかいるかよとか思ったけどね、ノバウサギっていうのが出てきたんですね、あとになってね、まさにピンクのバニーですね、あれねパクってますよね、あれね、そうそうそうパクリ、思いっきりパクリ